皆さん、こんにちは。1981年のヒット曲、道のく一人旅で一躍有名となった山本譲二さん。癌再発や変わり果てた現在の姿に涙が止まらない。今日は、山本譲二さんのことについて紹介します。まずは、山本譲二さんの経歴とプロフィールから紹介します。山本譲二は、日本の演歌歌手。レコード会社は定築エンタテインメントに所属している。演歌歌手に志して上京。多くの職を転々とする。クラブのボーイ時代に客の飲み残しのビールを飲み干したが、グラスの中にはタバコの吸い殻が大量に入っていたという。肝臓を壊してやむなく帰郷し、ひっそりと療養生活を送る。母親の叱咤で一念発起し、22歳で再び上京。再び職を変えながらスナックでギターを手に2年間弾き語りを続ける。たまたま店に来た浜圭介に誘われて芸能界入りした。1974年、映画「ダーティハリー」にかけて、伊達春樹という芸名でビクターから、シングル「夜霧のあなた」でデビューしたがパッとせず、崖っぷちに立たされた。最後の決意で北島三郎の仕事場に何度も足を運び頭を下げ、十数回繰り返した時に北島から突然カバンを渡された。すなわち、カバン持ちになれという意味であり、以降2年間北島の付き人を務める。この時25歳であった。これを契機に1976年、読売テレビ制作の歌謡オーディション番組、全日本歌謡選手権に出場。思い出岬や中の島ブルースなどを歌って10週勝ち抜いた。本名の山本譲二名義でポニーキャニオンから再デビューしたが、鳴かず飛ばずが続く。1980年、30歳の時に道のく一人旅をリリース。北島からはこの曲でダメなら、もう諦めろ。と言われていたという。この曲も発売当初は売れずヒットにはさらに10ヶ月を要した。1年近く経過後、1981年、フジテレビの夜のヒットスタジオに注目曲として出演すると、大きな反響を呼び大ヒットし、ようやくスター歌手への仲間入りを果たす。ネット上では、浮気を繰り返す山本に、かっこいいなどと称賛の声が出た。若者からも憧れの存在となり、バラエティ番組をはじめ情報番組のコメンテーターとしても、歯に衣着せぬ物言いで注目を集めている。しかし、一時期こんな噂も上がっていた。面倒見のいい山本は芸能界でも慕われていますが、2014年3月に女優坂井紀子との熱愛説が飛び交いました。覚罪取締法違反で逮捕された坂井の支援を買って出ましたが、その親密さから不貞と疑われ、栃木那須高原の別荘で、坂井との密会を地元住民に目撃されたという噂が出ました。真相は不明ですが、当時妻は乳がんで闘病中だったはずです。芸能界で大御所の座に君臨する山本。いろんな意味でほどほどを保ちつつ、今後もご意見番としてズバズバと芸能人を叱咤してほしいものだ。大ヒット曲、道のく一人旅って有名な演歌歌手の山本譲二さん。既婚者ですが、妻の名前は植木悦子さん。ドラマや CM などで活躍していた女優だったそうです。山本さんは妻をエツちゃんと呼ぶほど仲の良い夫婦のようです。おしどり夫婦とも噂される山本さんですが、離婚をしたのでしょうか。その離婚の噂は山本さんがテレビで話した内容から来ているもののようです。2017年に出演したお昼のフジテレビの番組、バイキングって、衝撃的な告白をしています。その時の番組の内容は熟年離婚について取り上げていたということなのですが、
そこで山本さんは驚きの発言をしました。山本さんの妻は離婚届を2通必ずセカンドバッグに入れて持ち運んでいるという話です。以前妻から離婚話が持ち上がった時に、山本さんは離婚をしたくないと、妻に出された離婚届の本来書くべきところにサインを書かずにわざと間違えて記入したそうです。そこで妻は次に離婚話が出た時には抵抗されてもいいようにと離婚届を2通用意して持ち歩いているということでした。また出演したテレビ朝日徹子の部屋でも離婚について触れています。山本さんの度重なる浮気が原因で妻が悩み、山本さんに離婚届を突きつけたというエピソードを語っています。どの番組でもシリアスな雰囲気ではなく明るく離婚届の話をされていますので、笑い話の一つとしてのネタなんでしょうかね。でも浮気をされた妻の立場になれば離婚届も用意したくなりますよね。テレビで山本佐賀は話した内容からもわかるように、山本さんは離婚はしていません。山本譲二さんは元女優の植木悦子さんと結婚をしていますが、二人の馴れ初めはどんなものだったのでしょうか。山本さんが妻の悦子さんと出会ったのは、山本さんが当時24歳の時だったといいます。デビューのきっかけを作ってくれた作曲家の浜圭介さんの事務所にいた。彼女を見て一目惚れをしてしまったそうです。当時の彼女はすでに植木悦子という名前でドラマや CM などで活躍をしていました。その場では山本さんは悦子さんに声をかけることが全くできず、後日友人が山本さんが弾き語りをしていた新宿のクラブへ彼女を連れてきてくれたといいます。悦子さんはとても礼儀の正しい女性で飾らない人柄も素晴らしく、すっかり惚れ込んでしまった山本さん、そこから猛アタックをして交際をスタートさせることができたそうです。その後には同棲を始めています。女優としてすでに活躍していた悦子さんと歌手として売れていない山本さんの交際、そんな格差がありましたので、山本さんは悦子さんからお小遣いをもらい生活をしていた日々でした。その頃の稼ぎですが、山本さんは月に4万円だったのに対し、悦子さんは15万円から20万円ほど稼いでいたようです。そばから見ると紐のような生活ですよね。交際中も悦子さんから結婚をしてほしいと言ってくることもなく、山本さんはそういったプレッシャーもなく歌に専念できていたようです。苦しい時代を過ごしましたが、彼女の支えもあり、1980年当時31歳で道のく一人旅をリリースして、その曲が大ヒット。5年後の1986年に子供ができ結婚をしています。婚姻の報告を師匠の北島三郎さんにすると大声で喜んでくれたそうです。こんなにも陰から支えてくれた悦子さん、そんな彼女に山本さんは結婚に際しひどいことをしてしまったと今でも悔やんでいるそうです。その内容とは、結婚をファンに公表することによってファンが自分から離れるのではなかと恐れて、悦子さんには幸せそうな笑顔を見せてはいけないと指示をしたというのです。その山本さんの気持ちが理解できないわけではありませんが、結婚という人生の中で最も幸せな行事を幸せそうにしてはいけないと言われるなんてもどかしいですよね。お二人は1987年2月2日に明治神宮の奥の神殿で式を挙げています。山本譲二さんの妻は元女優の植木悦子さん。2023年現在は引退をしています。生年月日は1954年7月4日ということで、夫の山本さんより4歳年下。2023年現在は69歳になっています。山本さんの所属事務所である個人事務所の常時プロモーションで経理を担当しているようです。
山本丈司さんは、2009年に顔面神経良性腫瘍という病気を患ったことを告白しています。しかし、今後も歌手として活動を続けたいという理由で、切除手術は行っていません。2023年現在も腫瘍は残ったままと思われますが、体調自体は良好な様子。テレビやラジオに積極的に出演し、元気な姿を見せてくれています。香西かおりさんの YouTube にゲストとして登場。ボーリングと弾き語りをする姿を確認できます。映像を見る限りでも、70歳を超えているとは思えないほど元気そうです。特に歌声は、全盛期と変わりないほど艶があります。これからも元気で、いつまでもエンターテイメントの最前線で活躍してほしいと願うばかりです。山本丈司さんが病気を患っても元気な姿でいられるのは、前向きな気持ちがあるからとのこと。腫瘍が発見された日からずっと耳鳴りに悩まされていると語っています。普通の人だと落ち込んで自暴自棄になってしまうはず。しかし、なってしまったものはしょうがない。それでも生きていかなければいけないと。強い気持ちを忘れない山本丈司さん。今まで以上に情熱を持って歌い続ければ、良くなるのではないかと考えたそうです。山本丈司さんの歌に対する熱意の高さが伺えますね。2023年4月頃から、SNS で山本丈司メタル化計画というハッシュタグが散見されるようになります。演歌界の大物が実はヘビメタルが好きなのかと、音楽好きを中心に注目を集めました。ハッシュタグをタグっていくと、アイアンメイデン風の T シャツを着て、メロイックサインを決める元気な山本丈司さんの姿を確認できます。ハッシュタグ山本丈司メタル化計画は、山本丈司さんの存在をいろんな世代に知ってもらおうと、企画されたキャンペーンとのこと。2023年11月には、YouTube にチャンネルを開設。記念すべき1回目の動画では、ゾンビ風のメイクで視聴者を驚かせてくれました。演歌の大物がメタル T シャツを着てゾンビ風メイクをするなんて、昭和の時代には考えられないことですよね。2023年、73歳になっても新しいことに挑戦しようとする山本丈司さん。病気を患っても前向きな気持ちがあり、かつ体調も良好だからこそ新しいことに挑戦できるのでしょう。2023年も精力的に歌手活動を続ける山本丈司さん。今後もさらなる活躍を期待したいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。